はい、どうも、三つ葉山本です。お願いします。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。ということで、はい。ちょっと、巷でちょっと流行してる謎のアプリ。はい。クラブハウス知ってますか？あ、知ってますよ。お、最近なんか、ツイッターのトレンドとかで、ずっと、あるよね。クラブハウス招待。名前もなんかかっこよくしてる。クラブハウス。一つのアカウントから二人にしか行かないから、もうなんか、限定された秘密の場所みたいな感じになってるんですよ。うまいね。まあ、僕らクラブハウス、まあ、一世から送られてきたわけでしょ、うん、俺はもう友達に頼んで、お願いします、お願いします。くださいっつって。ください。だからなんかそういうのが生まれるわけじゃん。その限定することによって。いや、そうそう、なんかその力関係が生まれてる。お前、いつも仲良くしてくんないからやんないわ、とかがなるわけで。最近の SNS だったらなかったじゃん。みんなが始めれるっていうのが、なんか楽しかったのかなって。だからもう、2個来てるやつがいるわけでしょ。いや、2個来てたりとか。3個とか来てる人もいるわけでしょ。てか、招待してあげるから、みたいな感じでモテてるやつもいるからね、絶対。そんなんでモテんの？いや、わかんないけど、ネットで言われてるのは、これ本当かわかんないんだけど、陽キャのアプリ。だから、友達がいる人がもうその、いっぱい招待来るみたいな。今、利用者数で言うと、全世界で200万人らしいんだけど、まあ、日本で今急激に流行り始めてる。YouTube は20億人やってるから、うん、おお、すごい数。だそれで言うとめちゃめちゃ流行ってるわけじゃないの、うん、世界。まあね、まあ伸び率がすごいんだろうね。伸び率がすごい。だから代わりにちょっと今日はどういうもんか見ていこうかな。確かに確かに。だこれがだから俺らがさ今こう思ってるだけで、実際めちゃめちゃいいアプリかもしれないし、俺らとめっちゃ来てる人がこのアプリはそういうの良くないって言ってんならいいけど、来てない人が良くないって吠えてるんだよ。俺らとデカキンさんのところには招待が来てないんだよ。デカキンさんが今ね被害に遭ったけどね。デカキンさんと俺らのところに来てるわーって言ってるかもしれないから。で、何がしかもこれそんなね、すごいよね。うまいか、その SNS ってみんなが見れる楽しさがあるものなんだけど、うん、その中ね、音声だけのアプリらしいわけ。まぁ、ちょっとラジオっぽいみたいなことも聞くんだけど、画面収録しようとしてもできないとか、うん、だから何が起きてるかはもう入ってる人しか知れない。へぇ、まあ、やってみないと分かんないんで、僕らも見せれる範囲ですけども、やってみようかな。で、ちなみにこの招待が2つっていうのはまあ本当らしいんだけど、うん、今、招待が来てない人もアプリを入れて、うん、なんか待機モードみたいなやつにしとくと、うん、その自分のことを電話番号で登録してる人からは、あ、この人に招待送ってあげよっていうなんかボタンみたいなの押されると、その送る人は2通以上目も送ることができる。分かんない、ちょっと難しいんだけど、まあ、とりあえず待機モードにしてたら入れる可能性は上がるよっていう。ああ、待機してますよってね。そうそうそう。なんか嫌だね。そうなのよ。そうだから、トミーがもう2人に送っちゃったとしても待機してる人には恵むことができる。いや、なんか嫌だ。でも今芸能人の方もめちゃめちゃやってるからね。クラブハウス、はい、アツシさんとか、うん、有吉さんもやってるし、早いね。まあ、だからそういうの早い人はもう今で、東海とかもやってってるよね。としみつとかはなんかやってるんだし、早そうな人が早いのよ、やっぱり。量もやってるけどね。ちょっとやってみよう。やってみますか。はい。え、俺もしかしてさ、ズボンめっちゃ穴開いてる。あ、めっちゃ穴開いてるよ。きしょ。こういう時こそクラブハウスだ。デキンだ。あ、名前を入れようみたいなね。これね、実名じゃなきゃ確かいけないって書いてありました。で、英語版しかまだないから、うん、日本語の、あの文章は一切出てこない。トミーめちゃめちゃいるよ。絶対争いに勝てないよ。アメリカで流行ってるわけ。ほら、なんでよー。いや、トミーではないんだよ、世界では。トミーこんなんでいいんか。ねえ、誰かわかんないやん、俺だけ。なんかずれてすごいなんか黒くなっちゃったんよ。髪型一緒じゃん、トミーって。髪型じゃなくて、坊主じゃん。ここの黒いとこ入ってる。アイコンも坊主になってんじゃん。黒いとこ入ってる。あなたが興味のあるジャンルを教えてください、みたいな感じで。ランゲージ。例えばサッカーの話題だったりとかが好きな人はサッカーにしとけば、うんうん、そのルームっていうのが出てくるわけよ。いろんな人が会話してる。うん、それがわかりやすく表示されるんじゃない。なんか全部英語なのがかっけえな。ダセ。あ、フォロワーっていう概念があるんだ。
ちょっとみんなでこれどういうアプリなのかちょっとね。ずーっと。やばい、トミーにアレルギー反応が出てる。ルールに。パニックになってきた。わかんない。ずっと流れてんだけど。一旦だからさ、ちょっと俺らでやってさ、フォロワー増やす。いや、フォロワー増やそう。一回やってみるか。何人いったらすごいの？いやだから1時間で1000人とかで。ああ、1000人。1000人はすごいよ。すぐには行ってる人いなかったよ。トミーどうした？楽しくない。みんながやりたいアプリだぞ、今多分。わかんないけど。あ、来た来た来た、トミー！トミー！うるさ！もしもーし。お、来ました。繋がりました。え、これなってんのかな？いや、わかんないです。これ、ルームの名前なにこれ？トミーがクラブハウスを語りますっていうのは一応作った。なんで？なんで？やり方わかんないけど。ちょっと友達が来ました、僕にも。あ、合ってる？急になんか増えたよ。合ってるけど、フォロワーが増えないと多分、この部屋自体の存在があんまり、変えないというか、ほう、うんうん、知らせた配信とかでフォローしてくれてた人が多分俺が入ってたから、多分ちょっとやっぱ持つべきものは友だな、これは。どんどん増えてってる。これも完全に枠田くんからもらったフォロワーでしかないな。その後、そのフォロワーの人が今入ってきてる人のがなんかとかトミ君をフォローしたら、多分そのフォロワーが何が出てくる。そう、だからだんだん広まるようになってんだ。そう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 、そういうなんかこう、まあ何でもいいから話をするってことだよね。そうそう、だから意外となんかみんなが裏でってたんだけど、飲み屋とかで、うん、はいはい、そういう話してることを話してるみたいなのが、あ、軽い電話みたいなことね、なんとなく。そうそうそう、オープンなところで電話しますみたいな、みたいなイメージが強いのかな。なんか過去に残っていかなくて済むっていう気軽さがあるってことだね。うん、助かりました。今日は、朝起きて、ということで、はい、やり始めて、うん、もう今1時間30分経ってる。まあね、確かに新しいね、うん、この広がり方がみんなが見えるっていうよりか、うんうんうん、すごい内向きの中でフォロワーさんのフォロワーに伝わっていく感じ。そうだね、だから言ったら、だからその本当にこう秘密の会話みたいなことでね。確かに、だからちゃんとフォローしてないとやってることにすら気づけないって感じだね、うん、そう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 。ということで、はい、1時間半ちょっとねオーバーしちゃったんですけど、はい、僕らのフォロワー数を発表したいと思います。はい、僕のフォロワー35人です。もう少な、1時間半やって35。僕は38です。お、めちゃくちゃ多いやん。人気クラブハウターやん。いや、めちゃくちゃ間違ってるよ。3人しか違わないから。すげえ怖かったもん、新しいアプリ。やり方が分かんなくて。やり方分かんないね、これね。英語だから、しかも英語の中でもちょっと難しい単語とかも入ってるから、うん、どうやってやるのかを一回勉強しないと、うん、まあでもなんか、好きな人は、俺のワクタとかも昨日10時間やったって言ってたから、うんうんうん、ハマる人はハマるけど、うん、結構内向きな。実際招待が来た人はやるべきものかもしれないけど、なんか自分たちからやりたいってやったら意外とってなっちゃうかもしれないアプリですね。本当にそう、うん、ちょっと分かんなかった。てか多分このアプリ作った人も今なんか日本で話題らしいよみたいな、うんうんうん、ちょっとびっくりしてそう。え、世界では話題じゃないのそんなに。世界では200万人一応やってる人いるけど、まあ200万が多いか少ないかで言うと、SNS で言ったら、まあめちゃめちゃ流行ってるわけじゃないですよね。うんうん、確かに。何億とかいうレベルで、うん、TikTok とか8億とかさ、うん、やってるわけだから。まあやりたい人はぜひ、まあ招待が来たらやってもいいんじゃないですか、確かにって感じですね、やった結果。ということで、この動画、楽しんでくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、ミスターアイアンでした。ありがとうございました。はい。